どうも、ジテッコーです。今回紹介するのは、ランダムでコマンドを発動する方法です。まあ、よくわからないと思いますので、実際に見てみましょう。はい、私に囁かれている数字がランダムに表示されてますよね。ちょっと原始的に見えますが、ランダムにコマンドを発動しようとするとこうなります。まあ、他にも多分方法はあると思いますが、これを使えばサイコロみたいなこともできます。では、中身を見ていきましょう。赤石ブロックを置く隣のコマ風呂は、置いた赤石を消すコマンドです。上のコマ風呂は、アーマースタンドの近くに赤石を置くコマ風呂です。これでアマスタの近くにあるコマ風呂を発動させます。そのコマ風呂は置かれた赤石を消すコマンドを仕込んで完了です。あとはチェーンでコマンドを発動するだけですね。当たり前ですがチェーンのコマ風呂は常時発動にするのを忘れないでください。アマスタの近くにブロックを置くチェーンのコマ風呂も常時発動してないとダメです。簡単な解説はこれくらいにして、細かく見ていきましょう。基本的に重要なのは、剣で叩いている、このアーマースタンドを出すコマ風呂と、アマスタの近くに赤石を置くコマ風呂です。それ以外は、ブロックを消したり、ランダムに発動させたいコマンドを仕込むだけなので特に難しくはないですね。では、アーマースタンドのコマンドを見ていきます。アマスタを召喚するコマンドです。サモンコマンドで出します。召喚する際、アマスタにタグがつくように NBT を設定してあります。こうしておくと、いくつものランダムコマンドを作成できます。今回はわかりやすくランダムというタグをつけています。これで、ランダムというタグを持ったアーマースタンドが出ます。これを必要分出したら完了です。タグがついているかは、コマンドのタグリストを使って調べましょう。これで何もないですと出たらタグ付けができてないので NBT の部分を見直しましょう。今回は没のアマスタを出していますが、いくらでもアマスタを出せます。その際は全部同じタグにしてください。もちろん別のランダムコマンドにしたいのならタグを変えましょう。エクスキュートを使用します。このコマンドはプレイヤーやモブなどを指定してその座標からコマンドを発動できるようにできます。アット、アス、ポジションドアス、がその座標からになります。細かく分かれてますが、今回はわかりやすくアットを使用してます。その後はアットEを使い、タイプでアマスタ指定、タグ指定で先ほどアマスタに入れたタグのランダムを指定、相当ランダムにするとランダムに選んでくれます。このランダムは機能なので変えないでください。次にリミットでその中の一つだけにして完了です。もし複数個ランダムコマンドを作成する際は、タグの部分だけを変えてください。これを新しく作ったランダムコマンドに使用するアマスタに入れたタグを入れれば作れます。その後は、ランと書きます。ここまではエクスキュートの定型文なので変えないでください。ランの意味は次のコマンドを発動になります。で次の部分では発動するコマンドを書けば完了です。今回は赤石ブロックを出してます。ローカル座標が使えるのはエクスキュートを使っているからです。先ほども言った通りエクスキュートは指定されたエンティティの座標がコマンド発動場所になるのでローカル座標が使えるわけですね。と、ここまで大丈夫でしょうか。一応エクスキュートの説明は非公式ウィキに書いてあるので読んでみるといいと思います。というかコマンドを使って配布マップを作る際エクスキュートを大量に使うと思いますので、覚えて損はないと思います。というわけでいかがでしたでしょうか。今回はランダムでコマンドを発動する方法を紹介しました。ちょっとわかりにくかったと思いますが、基本的にはアマスタにタグつけてそのタグがついたアマスタをどれか一個指定してその近くに赤石ブロックを出してそこからコマンドをさらに発動させるだけですね。では、これで終わります。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。さようなら、さようなら、さようなら。